ばい、くしゃみ出そう。皆さん、昨日はありがとうございました。おしゃべり会楽しかったですか？え、どうだった？あ、よかったです。楽しいって言ってもらえて嬉しい。緊張はねしました。はい、まあまあしましたみたいな感じ。エアコンつけてなかったのか。暑って言ってさ、エアコンつけてなかった。なんやねん。そうな、おしゃべり会本当に初めてすぎて、なんかドキドキワクワクしてた。よ、だけどまあまあよくできたんじゃないかなと思ってる。きっと昨日面白かったよ。みんなあそこに溜まってて、あ、私はどうすればいいのか分かんなかったけどああいう時にどうやったらどうすればよかったのか。すいません、すいません、溜まっててって言い方よくなかったっけな。よかったです。あんまりさ、最初ってさ、顔出さない方がいいのかなって思ったけど、顔を出した方があれだね、ていうか昨日やばい。何時に寝たと思う？かなり遅いんだけど。なんか最近さ遅くなっちゃうんだよね、寝る時間が。どうしましょう。夜遅くまでさ仕事があると夜寝ちゃうんだよね。あ、イエス、スピン。Now スピン。どうしよう。
早く寝ないとって思ってるのに。だって昨日さ、もう12時45分くらいまで起きてたよ。やばくない？良い子は寝るんだよみたいな。いや、寝れないっていうか、寝れなくはなかったけど、なんか遅い時間に寝ちゃいました。はい、そうですね。どこの髪の毛だよ、もう切りたい。そう、まだ夏休みだけど、もうすぐだよ。あ、まあまあまあ増えましたよ、告白された人数。うん、あ、でも1日で、まあ増えたのは嬉しいですよね。はい、みんなでも忘れてましたね。いや、でも全然大丈夫。ありがとうございますしか言えないごめんだけど、本当に。皆さん、課題のお話はね、ちょっとやめ、ちょっとやな、控えちょっと言いたくないんです。まあでも C っていうと、全部作文しか残ってません。言うて、私でもその作文が、私作文苦手すぎて、もう自分で考えなきゃいけないんだけど、もう無理。うん、やだよ。うん、全部作文なんかも、もうやだ。みんな助けてって、もう。そうそう、もうコピペしたいんだけど、もう無理だよ、そんなんやったら分かっちゃうもん。どうやって書けばいいのかもさ、分かんないし、もう無理。いや、でさ、その私のおばあちゃんが国語の先生だから、いつも作文があるときはおばあちゃん家行ってるんだけど、もう行けないんだよね、夏休み中は。忙しくて、こっから1週間とありまして、もう無理なんだよね。だからさ、どうしよっか、本当に。でも締め、その提出がさ、25日、なんかネットで提出するんだけど、25日だよ。あと何日だと思ってんの？ 5 日？え、無理。
か800字以上だったっけ。え、ちょっと待って、わかんない。800字以上だったな。それ書けばまあ OK。 2枚半、あ、違った、2枚以上書けばいいって言ってた。そう、原稿用紙2枚。無理じゃない、こんなん考えるのも嫌。なんでここまで来て税の作文をしなきゃいけないんですか。いじめる気。ただでさえ私はお仕事をやっているのに、わけわからないわ、本当にもう。助けてよみんな。いた、あつ。いや、もう熱い、やけどした。けどすぐ話したから大丈夫。やけどはね、よくするんですよ。アイロン、アイロンじゃない、アイロンやけど。おはようございます。指挟まなければ大丈夫。確かに。というか鼻水出るんだけど、これって朝だけかな。あ、税の作文、税の作文をね、確か中学3年生の時も書いたんですよ。だからその内容を真似したいなって思ってたんだけど、その内容がね、なんとね、今絶対に使えない内容で、もう最悪って思っちゃった。べ最悪って。その中学校、私が通ってた中学校の内容しかなくて、困っちゃう。だから本当に自分で考えなきゃいけない。無理、終わった。また布団叩き始まりました。バン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 、布団叩き選手権。まだ6日もある。まあそうやってね、まだまだって言ってるとね、もうね、1日とかね、それ明日とかなんですよ。焦ってる。お隣さんだよ。バンバンバン。ちなみに今日は8時までです。え、ちょっと待って、7時半から始めたよね。8時までです。よろしく。
え、嘘でしょ、マジで？あと4人なの？嬉しいな。こういう、できません、夜配信はできないです。これから多分ずっとできないかもしれない。1週間ぐらい、そうなんですよね。はい。準備準備。本当ですか？嬉しいな。明日は皆さんのことを考えて、昨日はスカートを履きましたよ。なんかさ、昨日最後にみんなのところに行く時があったじゃないですか。でその通り道めっちゃウォーキングみたいな感じだった。なんだっけ、なんて言うんだっけ、なんて言うんだっけ、なんでもうもうウォーキングなんだったっけ、なんて言うの、ランウェイだ、ランウェイ、そう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 、ランウェイみたいだった。だからどういう歩き方していいか分かんなくなってるね。ラーメンみたいで面白かった。やばい、鼻水出るよ。もうあと何枚ですか？あ、まだありそう。TGC に出たいね。いつか出れる日が来るのだろうか。鼻水出すぎだ。おはようございます、ありがとう初見さん。でも私小学校の頃モデルにめっちゃ興味あったんですよね。だから将来の夢モデルとか書いちゃったりしてた。恥ずかしい。もうだってさ、女の子ってさ、もう小4ぐらいになるとさ、もうモデルって書きたくなるじゃん、将来の夢、そういう活動に憧れちゃうから。
キコプ、あ、次は浴衣だった気がするんだけど違った？浴衣で。初見さんありがとうございます。もう邪魔だねこれ。もう本当にさ、ちょっとさ、ペースカペンなんだけど。うい。次浴衣ダフオンライン浴衣678部ラジオ体操は行きません。いやそうですよね、昨日浴衣着てたメンバーたくさんいました。でその中に生誕ティーがあるとちょっとあのなんか浮くのでちょっと嫌でしたね。まあ別にいいけど。なんか痛いんだけど。お、仕事行ってらっしゃい。頑張ってね。お祭りにも浴衣着ていく。私ねそんなにあの着ていかない、花火大会とかそのぐらいしか浴衣着ていかないしです。お祭りはない。お祭りか花火も。私ね浴衣を一人で着れないから困ってます。今の時代はめっちゃでもないけど楽に着れる浴衣があるから、私なそれならできるかなって思ってんだけど、一人で着れないです。どうしましょう。誕生読みます。あるよね、 2way 浴衣。13位いのちさんありがとうございます。12位よへよさん、間違えたなんでよへよって言っちゃったの。12位もへよさんありがとうございます。すいません。11位天使のわけまえさんありがとうございます。10位リュウマさんありがとうございます。
9位ビッグラブ子さんありがとうございます。8位村上さとしさんありがとうございます。7位まこちゃさんありがとうございます。6位お金持ち先生さんありがとうございます。5位ともさんありがとうございます。4位妄想貴族さんありがとうございます。3位じんさんありがとうございます。2位五代優作さんありがとうございます。そして1位名古屋の山っぴさんありがとうございます。よし、今日も一日頑張ろう。バイバイ。またねー。明日。